世界で店出すとかマジ意味不明じゃん。なんかその金は生まねえしさ。俺もハマったら抜け出せなそうだしな。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。次がですね、うん、意味のあるお金の使い方をしたいです。どういう使い方をしたら無駄なく有益に使えるでしょうか。それも意味はあなたが決めてくださいっていう。それ次第お金の使い方って実は結構それによって人生変わりません、うんうん、そのどこに何をぶっ込むかっていう、うん、結局お金って、まあ、もちろん稼げばね追加であれできるけど、うん、その瞬間にあるものって有限なわけじゃないですか、うんうんうん、でそれを何に、うん、結果その自己投資になるようなものであったりとか、うん、その時の快楽に使っちゃうとか、うん、なんとなく消費して しまうとか、うん、まあ、それによって大きく変わるじゃないですか、うんうんうん、なんかそこお金の、まあ、使い方、うん、まあ、あゆみさんの場合別に持ってるお金プラス借金できる金は自分の金っていう感覚あるじゃないですか。そうですね。そうだから、うん、なんかその辺も含めて使い方っていうのはでも、うん、なんか一つ重要なんじゃないかなっていう。考えたことねえな。集め方ばっか考えてるな。使うことある前提でね。そうそう、使いたいことは常にあって、でそこに使うことをためらわないじゃないですか、うん、まあ、それがうまくいかないで全部なくなっちゃうかもしれないっていうことをためらわないけど、でもそこをやることの優先順位が人生的に大きいから、うんうん、ためらわないわけですよね、うん、だからなんか なんかその辺にある気はするんですけど、うん、あ、なるほどね。多分だからその自分が使いたいと思うことっていうのが結局なんか経験したいからなわけよね、うん、でもっと言えばなんかでかい人間になりたいみたいなベースの欲求があるから、まあ、でかいとはちょっと今置いといて、うん、なんかあるからなんかこう自分を大きくし大きな人間になりたいなみたいな精神的にね、うんうん、だから面白いと思うことに使えばそういう経験になるっていう確信はあるよね、うんうん、うん、だから自分のこの面白いと思ったものが他人から見てどうであろうが、うん、それにお金を突っ込んでいくって、うん、それによってなんか認められたいとか欲求も全くない、うん、なんかそういうあーって思ってやってることで、うんうん、自分がこうなんか求めてる人間像に近づいていくっていうことがつながってるから多分迷いなく使うんだろうね、うんうん、でなんか世の中的には全く損したねってなったとしても俺的には蓄積されたっていう確信があるわけよね、うん、じゃあ経験にはお金を惜しまないっていうことですね。なんかそのポイントは自分から見ただよね、うんうんうん、他人にいい経験してるねとかっていうことでは分からないはずっていうぐらいのなんか自分のその感覚に対する確信があるから、うんうん、それに世界で店出すとかマジ意味不明じゃん。なんかその金は生まねえしさ管理は大変の段取りはもういろいろ大変でさ、で金が余ってる金で余裕持ってやってんじゃなくて借金してやってるわけ。だからとはもう言われたりしよう自分でも思うけど、なんかあるんだろうね確信が、うんうん、それに全くやめようと思ったこととかないし、うんうん、なんかそれによってまあ楽しいし新しい発見があるし、でなんかいずれやっぱそれが今全大陸に一個ずつとか言って、まあもう来年とかでできると思うけど、できた時になんかまた始まっていくだろうなみたいな、今想像もしてない未来の物語みたいなものが、だからそういうのに確信があるんじゃない、だからそこに金をぶっ込むことに、そうっすよね。でもあゆむさんとかやっぱあれですよね、その、うん、うまくいこうがうん、失敗しようが、うん、それをやった経験を自伝にかける時点でペイみたいなのありますよね、うん、話せるしね、飲み会でスターになれるしね。そうですよね、あれマジ最近みたいな。そうですよね、あゆむさんは自伝っていうより もう飲み会で話せればペイぐらい考えてますよね。そうそう、みんなみたいな、すげえやんそれ熱いねみたいな、それでいいのかって。喋った瞬間報われたって思って。分かんない。そのペイペイしたみたいな。報われたとは思ってないけど、楽しかったなって思うな。でもそこがあるかないかなんかもしれないですよね。そこに
こうためらわずに大きいお金を突っ込める、うん、突っ込めないっていうのがそこがないと結局 ね、そのお金がプラスなのかマイナスなのかみたいな考え方になってっちゃうじゃないですか。笑い面白い話になれば OK みたいな、うん、こう自分の経験としてプラスになれば OK ぐらいに考えれるっていうのは、うん、なんかそこもしかしたらそこかもしれないですよね。そうだよね。例えばだけどそうやってこのねじゃあ大事な恋人なり奥さんがいてこいつが喜んでくれれば根本 OK なんだよな、うん、みたいな、だったらそこにはぶっ込んでいいじゃんね、うん、みたいなとか、なるほどね、うん、で子供とかなのか、うん、もしかしたらなんかわかんないけどさそういうこう海の近くで気持ちよく暮らせるなら、うんうん、何でも OK なんだよみたいなやつもたまにいたりとか、うんうんうん、なんかそっ か、 だからプライオリティが何が一番高いのかっていうのをちゃんと見極めるっていうのは重要かもしれない、ね、うん、そしたら自然にそっちにぶっ込むことはいいね、うん、例えばだけど貧乏なやつでもさワインだけ行くやついるじゃん、はいはいはい、うん、なんかお前なんかそういう感じなのにここで2万円の前に頼むみたいな、マジで俺に怒ってもらえると思ってるみたいな、あれみたいな、今日割り勘だぞみたいな、でもなんか違うスイッチ入ってんだよねワインだけ、うんうんうん、だからなんかそのために働いてますぐらい言えちゃうみたいな、うんうん、なんかそういうやつってこう金の使い方がすっきりしてるっつうか、うんうん、なんか迷ってない、なんかそれやっぱあるよね多分ね、うん、みんなそうっすよね、うん、お恥ずかしながらギャンブルにはまってしまいました、どうしたら抜き出せますでしょうか俺もハマってみたいって面白そう、うん、どうなんだろう、あんまり俺もハマったら抜け出せなそうだしな抜け出す必要を感じるのかっていう向きになりそうですし、うん、絶対勝ち逃げみたいな一番ダメなパターンでしょそれってギャンブルの、うん、あんま何かをやめなきゃと思ったことがないな。あそうですよね、ゲームへの課金もためられないですもんね。相変わらず漫画ももうすぐ3000冊とかでしょ、いくらかかってんだろう計算したくないみたいなだけどもし何かやめるとしたらギャンブルの詳細は分かんないけど、なんでやめんのかをめっちゃ科学すると思う、ちゃんとこれはマジでこうでこうでこうだからマジやめるぞみたいなことをなんかそのちょっとかなんか理解じゃなくてな本気でこう自分の中で掘って、なんか本当の確信っていうのは表面的によしとかじゃない、なんかもう本当にこれダメだろやめないとみたいな、なんかそういうとこに行かないものはやめれないって絶対分かってるからなんか表面的によし今日はやめるとか言ってもさ、うん、今日もちょっとしか飲まないとか言ってもだいたい記憶飛んでるわけじゃん、うん、だから本当にやめようと思わない限り、記憶飛ぶまで飲むと思うんだよ多分ギャンブルだと非日常的なその興奮とか快楽を優先しちゃって、で素に戻って、まあ、日常生活に戻った時に家賃払えないとか、こう要は日常生活のバランスが崩れるぐらい快楽にお金がかかっちゃうから多分やめたいって思うわけじゃないですか、まあ、無限に金がある人だったら何とも思うかもしれないですけど、ね、でもそれでなんかどっかいいと思ってる自分がいるわけでしょ究極。そうなんだろうな、なんか中毒になってる人マジやばいっす、ね、なんか、まあ、牛島くん情報ですけどだから本気でこれマジやめるって考えてんのかなってやっぱ思っちゃうんだよね、うん、なんかその今の本気よりなんかもう一個なんかこう掘るっていうの、うん、だ例えばなんか結局自分がバグったりしてる間はさ、うん、なんかどっかいいと思ってんじゃないと思って、うん、でも例えばだけど超大事な家庭が崩壊するとかさ、うん、そういうのがいっぱいあるわけですよ ね、 そうね、だからそれすらいいと思っちゃってんじゃないのっていうか、いやでもそこはもう中、うん、人間って中毒に弱いじゃないですか結局アルコール中毒、うん、例えば、うん、そのなんだっけなんとかくんが、うん、そのまたお酒飲んで運転しちゃってみたいな問題になってるじゃないですか、うん、誰もなんか意志が弱いどうこうって言われる人たちもいっぱいいるけど、でも結局そこアルコール中毒がどういうものかっていうのは多分一般的にみんながみんな分かってるか、うん、実感してるわけじゃないじゃないです か、 だから中毒から抜け出すって多分すごい大変なんだと思うんですけどね、なんか、でもなんかまあよくあるじゃんそういうなんかやめるための、うん、なんか
みんなでさアメリカとかでもよくあるけどなんか集まってさ話し合うみたいな、うん、なんかあるじゃん、うーん、そういうギャンブル中毒者のための、うん、みたいなっていっぱいあるべ、うん、だからなんか本気でやめたいんだったら、うん、そういう処理しかないんじゃね、うん、なるほど。でもアイムさんって、うん、アル中の人よりもひどい感じに暴れるのに、うん、アル中にはならないですよね、うん、だって俺一人で飲まないもん。あ、そうなんだ。アルコール好きじゃないんだよ。あ、そうなんだ。そういう場が好きなんだけど、うん、そう、一人で家で飲まないよ酒。へえ、そういうアル中系では全くない。でも毎日誰かと飲んでるわけですよね。まあでも結構飲まない人たまにあるよ、ちゃんと。で、なんだろうな、なんかモードがあるんじゃない。普通に誰かと二人で飲んでて超酔っ払ってとかもあんまないし、なんかこう何人かいてなんとなくそういう空気が流れたら、はい、もうここからはストッパー切るよみたいな感じで俺の中でスイッチが入ってんじゃない。うん、最初はストッパー効かせようと思ってるよ。だからちょっとだけ分かる、そのだけど中毒ではない。だから俺が本当に酒をセーブしようと思ってる時に行っちゃったことはないから。なんかほら例えばだけどさ、そのお金をこの飲み会で借りしてくださいっていう飲み会の時とかに飛んじゃったらさ、せっかくいい話になってもなんか分かんないけど最後に超暴言とか入っちゃってさ、そうですよ、ね、終わったらやばいじゃん。そういう時俺絶対飛ばないもん。なんかこうやっぱりあるんじゃん。そうなんです、ね、だからある種を緩い意味ではコントロールできてないけど、深い意味ではそのコントロールできてるんだなって思うな。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.